高校生ならではの効果的な啓発漫画を作成し、防犯意識の普及高揚に多大な貢献をされました。感謝状が贈られたのは札幌山手高校と札幌清陵高校の美術部の生徒たちです。生徒たちは特殊詐欺被害を防ぐため、さまざまな詐欺の手口を伝える4コマ漫画を作成しました。題材は恋愛感情を利用するロマンス詐欺や SNS を利用した投資詐欺などです。少しでもその特殊詐欺が減りますようにと願って作りました。高校生たちが描いた4コマ漫画は今日午後7時までイオン札幌ハッサム店で展示されます。